皆様はエミネムというラッパーはご存知ですか？ご存知だよ。エミネムと言ったら黒人文化の音楽であるヒップホップに白人なのにもかかわらず、その驚異のスキルで頂点に立った男というイメージは誰しもが持っていると思います。そしてもう一つ、やはりエミネムと言ったら底辺からの成り上がり、映画エイトマイルを見た人はイメージがあるんじゃないかと思います。貧しい環境やギャングから成り上がるというラッパーたちは数多くいます。だからこそ彼らが歌うラップには強いメッセージ性と、その環境下から生まれた哲学が存在しています。ということで本日はエミネムのリリックの哲学について少しご紹介していきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。企業からパイジャイことエイジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップに接するお話をしていきたいと思うのですが、本日はですね、冒頭でお話した通りエミネムのですねラップのリリックについてですね、お話したいと思うのですが、まあね、皆様も知ってるとは思うんだけど、ラッパーってね、結構ゲトーからの成り上がりだったり、まあね、ギャングだったりね、ギャングからの成り上がりっていうラッパーたちがねたくさんいます。まあなのでね、このリリックっていうものがですね、成り上がってくるためのですね、その、まあ方法、まあ成功哲学っていうものがですね、いろんなラッパーたちがね実はねこうね、ラップで書いております。まあなのでね、今回はですね、エミネムのですね、このリリックの中にある成功哲学をね、ちょっと紹介していきたいと思います。という感じで本編こちらになります。どうぞ。ラッパーのリリックといえばやはりフレックスですよね。フレックスを知らない人のために簡単に説明すると、自慢をするとか見せびらかすという意味のスラングになります。例えば JD とカニエのニッツインパリスのリリックでは、たった5万ドルなんてポケットマネーだぜとか、まあ日本円で650万円ですね、ポケットに入んね、ロレックスがイカれちまったから買ったオーデマピゲも、みたいな感じで、どや、ワイすごいやろというリリックが王道ですが、そんなラッパーたちのラップの中には底辺から成り上がるための成功哲学なんかも表現されているんです。ということで本日は冒頭でお話しした通り、ゲトーからの成り上がり、ラップゴッドエミネムのリリックの中にある成功哲学についてお話していこうと思います。それでは行きます。もし俺の人生にドラマやネガティブなことがなかったら、俺の曲は全部マジでつまらないものになっていただろう。皆様もご存知の通り、エミネムはゲトーからの成り上がり、映画エイトマイルでもトレーラーハウスの貧乏の貧しい暮らし、毛玉だらけのニット帽、そんな環境下だったからこそエミネムの曲にはストーリーがあり、その力が聴く人を引きつけるんですね。アドラー心理学で有名なあのアルフレッド・アドラーの言葉にこのようなものがあります。重要なのは何を与えられたかではない、与えられたものをどう使うかだ。これ僕らも同じですよね。与えられた環境や才能は人それぞれ違うものです。だからといってあいつは環境が良かったとか、あいつには才能があるからとかじゃないんです。それらをどう使うかで僕らの人生も大きく変化するということです。トレーラーハウスから始まったエミネムのストーリーがそれを物語っていますよね。自分の人生に何を築くか、それは全て自分次第なんだ。この言葉僕大好きで、ツイッターでもつぶやいたのですが、人って自分の置かれている環境や状況を周りや誰かのせいにすることってよくあります。でもどんな状況だって実は自分で決めて、自分が望んでそうなっているんです。例えばだらしないお腹だって食べ過ぎたのは自分だし、結婚ができない人も結婚ができるように努力していないだけだし、給料が少ないのも自分でその仕事を選んでいます。なんなら彼氏や彼女に浮気されるのだって、言ってしまえば浮気されるぐらいあなたに魅力が足りなかっただけの話なんです。結局何をどうするかは自分次第なんです。エミネムは14歳の時からラップで人生の勝利をつかもうとしていたんです。俺は貧乏な白人で、きらびやかなもの、魅力的なものもなかった。でも俺は何も恥ずかしくない。カニエの母親ドンダはご存知ですか？カニエエストの一番の理解者であったドンダは、カニエの自尊心を徹底的に育てる教育をしてきたんですよ。だからこそカニエは自分の全てを音楽やラップ、アートで表すことのできる自己表現力があるんです。それはドレーの母親も、JZ の母親も実は同じです。しかし、エミネムは母親との間に問題はあったものの、エミネムは自分を恥じることなく、ラッパーとしての道を選び表現をしたんです。また、エミネムのリリックには、自分であることを誇るんだというリリックもあります。皆様はどうですか？自分にはちょっととか、さすがに無理なんて思っていませんか？自尊心の欠落は自分の人生の判断力や行動、思考までも鈍らせてしまいます。たとえ世界中の人たちがあなたを誇らなかったとしても、あなただけは自分を誇りに思う必要があるんです。もし人生にたった一度だけ自分の願いを叶えるチャンスが来たとしたら、それを掴み取る自信はあるか？僕の友達で、僕の影響を受けて将来自分も何かやって絶対に成功したいと言っていた後輩がいるんですよ。
でもその後輩は自分は何をして成功するのかいつも悩んでいたんです。で、現在その後輩は養蜂、つまり蜂を育てて蜂蜜を取る仕事ですよね。その養蜂に取り組んでいるんです。その後輩は生き物がとても大好きで、養蜂という仕事があることを知り、今一生懸命に一から勉強して養蜂に取り組んでいるんです。しかし養蜂って初期投資に結構お金や時間がかかるんです。でも彼は普通に仕事をして、朝はバイクで朝刊を配り、養蜂の勉強をして現在取り組んでいるんです。いやー、僕は彼のことをすげーリスペクトしてるんですよ。だって普通に日中は職人をやって、朝早くからバイトに行って、ゼロから養蜂を勉強して蜂を集める箱を作ったり、その蜂を呼び寄せるための花を育てたりと、本当に超大変だと思うし、もし養蜂を思いついたとしても躊躇する人の方が多いのではないでしょうか。しかしその後輩は自分が何をしたら成功するかということをいっつも考えていたんです。そうだから、この養蜂は彼にとって人生のチャンスなんです。彼はそれをつかみに行ったんです。先ほども言った通り、大抵の人は大変そうとかできないかもと躊躇することが多いと思います。18世紀フランスの劇作家のセバスチャン・シャンホールはこのような言葉を残しています。チャンスが2度もドアをノックすると考えるな。エミネムもまた同じチャンスが2度と来ないということを理解していたんでしょうね。これだけは間違いはありません。後々になって、ああしておけばよかった、こうしておけばよかったとなった時はもう手遅れですから。それでは最後にこちらを紹介したいと思います。人生は一度きりだ、任天堂のゲームとは違う。このリリック、日本のゲーム会社の任天堂というワードが入っているのがそもそもなんか嬉しいので紹介したいのですが、これ間違いないですよね。僕らの人生も任天堂のゲームのようにライフがいくつもあれば、そりゃ何度でも復活できますが、そういうわけにはいきませんよね。僕らの人生はゲームのように何度も同じ場所からやれるわけではありません。しかしたくさんの人たちが間違ってしまうのは、ゲームとは違うから失敗したらどうしようという思考になってしまうことなんです。これ全然違いますからね。僕も山のように失敗しているし、何だったら今でもしょっちゅう失敗しています。それはエミネムだって同じです。エミネムは一時期薬物中毒になっており、これは薬物の副作用で激太りしていた時の写真です。この時のことをエミネムは人生の5年を失ったと話しています。しかし現在ドラッグとは縁を切り、今年で14年が経っているんです。2020年4月21日にエミネムはインスタグラムに1枚の写真を投稿しました。真ん中に12という数字のコインの写真、これは中毒構成会から送られたコインで、キャプションにはクリーンな12年もう恐れないというメッセージがあります。そうなんです、人生に失敗や挫折なんてつきもんなんです。ただそれを恐れることが本当の失敗なんです。僕らの人生は任天堂のゲームのように何度も同じ場所からスタートすることはできないんです。そう、つまりこの人生一回きり、たった一回だけしかないんです。となると、このエミネムのリリックのメッセージ、もうわかりますよね。いつまでもスマホを見ていてはダメなんです。ネットフリックスで時間を無駄にしていてはダメなんです。自分の未来のために今の時間を使う必要があるということですよね。という感じでいかがでしたでしょうか。エミネムがリリックとして書いているエミネムの成功哲学、ちなみに僕も成功哲学が大好きでよく本で読んでいるんですけれど、本日紹介したエミネムのリリック、これ全部大成功を収めた先駆者たちと全く同じことを言ってるんです。これは起業家や実業家だけではなく、同じラッパーとしても大成功している Jay-Z もスヌープドッグもカニエも、みんなが同じことを言ってるんです。僕が成功哲学の本が好きなのってこれなんですよね。成功している人みんなが同じことを言っているんです。つまりこれをしっかりと自分に叩き込んで、しっかりと学び行動さえすれば、僕らもその領域に行ける可能性があるってことなんです。例えば先ほどお話したチャンスもそうですよね。チャンスが二度と自分のドアを叩かないと思ってていいんです。チャンスが訪れた時にそのチャンスをつかむ準備ができている必要があるんです。チャンスが訪れた時、そのリスクにひるむことなく挑む勇気が必要なんです。チャンスが訪れた時、そのチャンスを何が何でも掴もうとするその意識と行動が必要なんです。エミネムはそのチャンスを見逃すことがなかったんです。
はい、みたいな感じでいかがでしたでしょうか。本日はですね、ラップゴッドエミネムのですねリリックの中にある成功哲学というものについてお話しさせていただきました。まあね、最後の方でもお話してるし、まあ冒頭にもお話してるんだけど、まあラッパーたちってね、やっぱりそのゲトーからの成り上がりとかギャングスターとかね、まあその貧しい環境から成り上がってるっていうね、そういったものがあります。なのでですね、どうしてもねこのラップっていうものにね、なぜそのようにできたのかっていうね、自分なりの哲学が書いてあるんだけど、これっていうのがね、そもそもまあ本日ですね最後の方にまあお話ししてたね、起業家とか実業家さんとかね、そういった人たちのですね、哲学本なんかにですねかなり、同じ言葉が載ってるんですね。まあ要するにですね、彼らが成功してくるその方法ね、手段とかね、そのマインドの持ち方っていうものっていうのも、そのね起業家だったりね実業家っていう人たちがやってるそのマインドと、まあ正直言っちゃうとほとんど同じなんですね。まあなのでですね、今回まあエミネムのですね成功哲学の方をお話しさせてもらったんですけど、皆さんはですね、まあ今日のお話聞いてね、どう思いましたでしょうか。やっぱりですね、僕たちっていうのはね、今いろいろね周りにこうね遊ぶものっていうのがたくさんあるのでね、帰ってきたらね、やっぱりついついねスマホを見てしまったり、ネットフリックスを見てしまったりね、まあいろいろね娯楽というものに囲まれているので、わからんでもないんだけれどね、今その時間っていうものをねそこで使ってしまうとですね、それっていうのはね最終的に将来に何も反映しないので、僕たちっていうのがね、まあそのまま現状維持のままになってしまいます。まあなのでね、みんなもね、この時間とかっていうものをね、自分のためになるべく使ってね、自分の未来のために使うようにね、してもらいたいなと思います。まあ僕がね途中でお話ししてたんだけど、まあ僕のその後輩の話で、今養蜂やってる彼がいますね。で彼はですね、いつもこう何をしようか、僕は何ができるんだ、僕みたいなやつは何ができるんだっていつも考えてたから、養蜂っていうものをですね、こう外の情報から得た時に、あ、自分は動物が好きだし養蜂だったら頑張れそうっていうところに気がついたわけですね。まあなのでですね、今すごくとても頑張っております。本当に一からね努力してね、時間も本当に必死に使って自分のね未来の構築のために頑張っております。まあこういった感じでですね、本当にまあエミネムのねリリックの中にある成功哲学っていうのも、まあ僕のねその身の回りで頑張ってるやつらと本当にね全く同じだなって思うんで、皆様もねぜひね自分の未来のためにですね、時間を使ってもらえたらなと思います。みたいな感じで本日の動画いかがでしたでしょうか。今日の動画面白かったよって思ってくれた人でまあのよろしくお願いします。今後もですねこういった感じ、ヒップホップと今日は成功哲学のお話でした、ビジネスとかマーケティングとか学べるヒップホップのお話をしていきたいと思いますので、今後も見てくれるよって方がいてくれたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録の際、こっちかこっちにあるですねベルマークも一緒にチェックしていただけるとありがたいです。という感じで本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。企業からっぱ EJ 愛ことエイジでした。また次回もよろしくお願いします。ヤーマンですね。僕がその成功哲学好きだっていうのって、その成功哲学ってもう言っちゃうとめちゃめちゃ成功してる人たちが、もうそのなんだろうな、その成功した方法をめちゃめちゃ抽象的にしてんだよね。端的に話してる。つまり本質なんだよね。だからもうその本質だけが集められてるものなんですよね。だからまあそれで今日、まあラップね、エミネムの話させてもらったんだけど、ラッパーたちもね、リリックの中にたくさんそういったものね、成功哲学載ってます。で、言っちゃうともうそれ答えだと思うので、そういうのをしっかりこう学びながらやっていけば、自分のね、望んだ未来っていうものもね、掴める時がね、必ず来るので、意識しながらね、ラップとかね、まあ僕は、聞いててもわかんないんでね、歌詞カード見たりしてあれしてるんですけどね、意識してやってもらえればなと思います。本日は以上となります。またね、バイバイ、ヤマン。僕の LINE 公式では LINE 公式限定でビジネスが学べるヒップホップの動画や情報を定期的に発信しています。また Twitter でも140文字で学べるビジネスとヒップホップのつぶやきも毎日投稿。楽しみながら学びたい、その学びを生かしたいという人はぜひ動画の説明欄からチェックしてみてください。 LINE 公式ではビジネスの相談なども受け付けておりますので、お気軽にメッセージくださいね。人生は一度きり、自分の理想の未来をゲットするためにしっかり学んでいこうぜ。ヤーマンです。未来を変えてきたのは誰でもねえお前だけ、これからの未来を作るのもこれだけが答えだぜ。何かが変わる瞬間はいつもお前が踏ん張ってて、何かが変わる瞬間はいつもお前が踏ん張ってて。